特速あった一件の、PS、特速あったのを、PS5 を売って支払ったんですが、今日違う特速が来た。じゃあもう何を売るか、何を売るか。なるほどね、大変だ。呪われてんのかな。呪いって感じはね、みんなね、ここでね、また一つ情報です。呪いというのは、悪く考えると呪いかもしれないんですけども、おまじないのまじないという感じ。まじないって入れると、ね、呪いという変換されるんですけども、呪いとまじないというのはね、実は同じなんですよ。なので、良い方向に考えれば、おまじないにもなるし、悪いような感じで、ネガティブな考えをすると、呪いになる。そう覚えておいてくださいね。それを覚えておくだけで、開運へつながりますからね。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。はい。ね、雑学王なんでね、何も見なくてもスラスラそういうのはね、出てきますよ。日々勉強です。勉強ってね、勉強っていうか、興味を持って一つずつ重ねていくものってのは、本当にね、いいからね、捉え方、ね、意識する方向次第で全然違う世界につながる。そうなんですよ。その通りです。1を聞いて100を知るとはそのことですね。来年が今年より悪くなってる言われてるので、これ以上悪くなるならもう命。だから、その来年が今年より悪くなるって言った、ね、どうしようもない人を信じるよりも、ね、僕の言葉を信じた方がいいよ。悪い方ばっか信じすぎ。だから、悪い方に行っちゃうんだよって何回も教えてるけどね。なんとか頑張ると思った日に限って何か起こります。良いように考えようと思ってもこれだけ悪いこと続くと。いや、本当だったらもっと大変なことになってたなって考えた方がいい。トムさんの言葉には、気づきがいっぱい。